俺がなんで近所に顔ば見せんこつなったかって聞いたったい。ならあん人たちの恥じる顔を見て、そこん息子さんがひどか水俣病だったったい。俺たちが仲間になって手伝いたかって言うたら、あん人たちはじっくり考えた挙句世間体ば選んだったい。でん息子さんのコツば思っとるだけだけんな。今水俣病は偶然でも遺伝でもなか、責任ば問われるべき。害悪の根源がはっきりしとる。皆さん、我々には選択肢があるとです。声を上げて世界中に知らすこつんでくる伝村声が大きくなれば、いずれ相手も聞かざるを得んだろうかい。気づきたい、気づきたい。責任ば取るまでここは動かん。